怖いこれ本当にまずい店めちゃくちゃまずい店ジャンボめちゃくちゃまずい店たこ焼きパス6ジャンボたこ焼きこれ岐阜県やのに大阪道頓堀ほんまやなどういうこと不愛想で無責任な店撮影前にあの撮影許可をもらいに行ってんやん、うん、こんなんもう向こうからめっちゃ喋りかけてくれて不愛想ちゃうやんめちゃくちゃまずい店これとことんあそこも本当にまずい店とことんま営業時間気の向くままって書いてあるこんにちは。どうもこちらより雨降ってる。ありがとうございます。いやお忙しい中すみません。いいね。お兄さんと品川だか。大阪です大阪です。めっちゃ面白いですね。いつからですか？ずっと前ですか？普通に美味しそう。うまそう。これはメニューはこれですか？ソース醤油ゆずレモンカレー入れられるよ。うわあ、ね、みんなまずいでどれでも同じだけど。ソースは自分のところで作っとるもんか。あ、そうなんですか。ソースと柚子醤油ください。はい、了解です。こっちにも書いてある。ソースは無責任で、態度の悪い店で。これなんでこの看板つけたんですか。これね、食堂なんですが、車やっぱりみんなスピード出すもんで、書いてあったら誰も目が。なるほど。でもまずいって書いてあったら、はい、みんなやっぱり買わなくても気になりますでしょ。そういう作戦もあるし、なる目立たせるためにそれもあるし、はい、今までラーメン屋さんで日本一美味しいって書いてあっても実際行ってみたらあれっていうのも結構あるから、はい、美味しいとは書かないじゃん。もうまずいでいいと思うでまずいまずいって書いてあるので、はい、お客さん来たらまずいよと、はい、でいいよと、はい、それで買ってもらえば、はい、食べても本当にまずかっても腹立たんでしょ。なるほど。クレームも避けれるし一回期待値下げることによって最強のディスクエッジやテレビも出てたんですよね。そうそうそう、テレビは出てます。めっちゃでかいね。でかい。見てこれ、リストの大きさです。なんで大阪道頓堀店なんですか。大阪も出身。出身が大阪なんですね。大阪だって、お兄さんって大阪。僕らも大阪で、ほんまにその辺から来ました。市内から豊中の出身。不愛想書いてたら真逆ですね。これ、こういう感じだよ、ソース。うまそう。まずいでしょ。これやばいよ。一口食べたずつ。二口食べたらめまい。三口食べた。あ、分かった。大阪人ですか、うん。揚げたこもあるんですか。あるよ。今度はどっちか揚げたこにしていいですか。あ、どうでもいいって言うといえばさ。言うといえば揚げるんですか。言うといえば揚げますよ。まずいで。いや、まずいでやめてください。食べて判断しますけど。いや、まずいっすよ。まずいって書いてあるの、なんで美味しいの。ジャンボたこ焼きって、あの、大阪にもあるじゃないですか。あれとはもう全然関係ないですか。ジャンボって言っても、あの、大きく焼いてるのはジャンボじゃん。あ、なるほど。なんで岐阜県でやろう思ったんですか。だから岐阜に住んでるのも。あ、もう住んでるのがこっちやからです。そうそう。引っ越してきてってことです。そうです。いろいろ聞いてくるね、やっぱり YouTube で。そうです。もう全部気になるんで、お父さんのことがもう。ちなみにこの TikTok にも残ると、この YouTuber とか、はい、うちのあれだけで350万回。350万ですか、うん、TikTok ですか、うん、うわ、すごっ。お客さんが教えてくれた。ここいつもバズってる。いや、バズります。むしろ時代的にはマッチしてる時代ですよ。どうなんでしょうか。看板がもう SNS にマッチしてる看板ですよ。そうだったね。ありがたいことですよ、本当に。めちゃめちゃ叩くやつもあるけど。あ、います？叩く人。なんで不愛想無責任って書いたんですか。普通に買ってくれる人もおれば、はい、上から無線で買う人もいっぱいおるもんね。あー、たまには変なお客さんがいるってことですよね。これ、長いことで喋っておくと編集するんやね。そうです、そうです。カットしていきます。顔やめてよ、絶対。大丈夫ですよ。めっちゃ喋ってくれんのに、あの顔だけは絶対あかん言われんの。大丈夫です。顔はちゃんと映さないんで。大丈夫です。視聴者さん、顔気になると思うんですけど、それは見に来て、買いに来て。いや、今日だって雨の日で結構来て。いや、ありがたいですよ。はい。ありがたい。今はおいくつですか、お父さんは。19。絶対嘘。精神年齢。大阪人やば。うわ、やばい。めっちゃお腹減ってきた。はい、なんと、言わずに帰ってもらえます。いやいや、このたこ焼きを食べれないと僕はもう帰れないんです。困ってきて。どこに泊まる。ここに絶対泊まられへん。めっちゃでかい、うん、確かに3倍ぐらいあるわ。お好み焼きぐらい具が入ってんねん。キャベツとかも。あー、これは来たー。あー、美味しそう。まずいよ。1日多分100回ぐらい言ってんねん。まずいよって。540万円。はーい。1つでやら
あと、あとあれですよ。揚げたこの柚子醤油で。揚げたこ後でもいい、ね、あ、大丈夫ですよ。せーのよ。あ、ありがとうございます。優しい。揚げたこできたら呼ぶわ。じゃあ、ちょっと車で食べてきます。でかすぎて、この爪楊枝じゃもう、救われへんねん。いただきます。あ、うまっ！いや、うまいやん。それはうまいわ、あんな人が作る料理。なあ、わかるよね。一人出るよな、料理って。あの新品館で余計うまいわ。でももう大成功してるやんそれ、うん、看板といい、あえてこう期待値下げといてリスクヘッジしといて、うん、クレームも言われへんわけやんさっき常連さんみたいな人か分からんけどお客さん来てまずいよって明日明日あっしますあうまっ、またうまうまうま最高出ましたソースがこれ結構やっぱ美味しいわ。これ自家製って言ってたな。リンゴとトマトの果汁って言ってたわ。うん、確かにリンゴのちょっと甘みが効いてるわこれ。めっちゃ美味しい。すくって舐めたくなるわ。おお、すごいな。ちょっと舐めていくやって。舐めてるやん。結構舐めんなよ。揚げたもんでちょっと次行ってみたいと思います。うん、めちゃくちゃ美味しかったですよ。マジ？あんな具沢山やしめっちゃお好み焼きみたいな中身グーですね。さんとはね、長いっすか、はい、冗談でやっとるみたいだけど、でも今が一番楽しいよ。子供たちが育ったんだから、あー揚げたこね、油でカリッと揚げとるやつ。おいしそうね。ガッと揚げたこ、ちょっと食べてきます。はい、了解。うまっ、カリッカリッ。めっちゃ美味しい。俺揚げたこの方が好き。ここ揚げたこバリうまい。さっきもめっちゃ美味しかったけど、銀だこ風やわ。だけどやっぱこっちの方がでかいしうまいわ。うまっ、まずないやん息子さんともちょっと喋ってきて、やっぱ崩してやったな。あえて息子さんが立ち寄るってことは親子も仲いいんやなって、うん、で男で一つで介護職をしながら、うん、掛け持ちで子供二人を育てて、高田さん介護職やりながらやったら忙しいから、でそっちがもともと本業やったから、うん、だから不定休にしてってことで、うん、でいつ休むか分かりませんよっていうのと、まずい店って言ってたけど、それ自体がもう広告になって、テレビとかも押し寄せて俺らも来てるしっていう、うん、でも実際はもう心温まる、全然不愛想じゃないフレンドリーで、うん、気さくでっていうわけなんで、すごい美味しいたこ焼きでした。追加注文したんで持ち帰って次行きます。はい、ちょっと帰りますわ。大阪にありがとうございました。もう帰る？もう帰りますよ。ありがとうございました。これ美味しいですか？まずい。ありがとうございました。